座標軸を回転することによって小文字の xy で表される曲線の式を大文字の xy で表される形に変えることができます。この時大文字の a プラス b、 大文字の ab は丸三の関係があります。そして丸一の表す図形の種類を判別する方法を探してみましょう。点 P があります。座標軸を図のようにシータ回転します。 OP を R、 大文字の X 軸とのなす角をアルファとします。大文字の X は R コサインアルファ、大文字の Y は R サインアルファです。小文字の XY についてみると、小文字の X、小文字の Y は丸五のようになります。丸五の式を変形します。サインコサインの加法定理を使って、小文字の XY と大文字の XY には丸六のような関係があります。この関係を丸一に代入して、大文字の X の2乗の係数 A を計算して整理すると丸七となります。大文字の Y の2乗の係数 B を計算して整理すると丸八となります。大文字の XY の係数の H を計算して整理すると丸九となります。そして当然丸十となります。大文字の A プラス B を作ります。丸十一の式が出てきます。続いて大文字の AB を作ります。大文字の AB マイナス H の2乗を作ります。三角関数の公式をいろいろ使って整理すると丸十二となります。ここまでをまとめてみます。そして大文字の H をゼロと置きます。すると単ジェント2シータイコールの式が出てきます。大文字の A プラス B、 大文字の AB は二次方程式の2つの解で、判別式より AB は共に実数です。それでは大文字の AB のプラスマイナスで曲線の種類を判別してみましょう。 AB がプラスで A プラス B がプラスならば AB は共にプラスです。ですから曲線は楕円、 A プラス B がマイナスなら曲線は起こりません。 A かける B がマイナスの時は双曲線となります。A かける B が0の時、2つの直線か曲線がないとなります。 Y イコール X 分の1は双曲線であることを示し、その焦点の座標を求めなさい。式を変形し XY イコール1とします。 ABマイナス H の2乗の式に代入するとマイナスとなります。よって双曲線です。座標を回転します。回転角は45度です。 XY イコール1の式に代入して整理します。 A がルート2、 B がルート2ですから焦点までの距離は2となります。 XY 座標に戻します。焦点の座標はカッコルート2カンマ
ルート2となります。 x の2乗プラス xy プラス y の2乗イコール1は楕円であることを示し、その焦点の座標を求めなさい。 AB マイナス h の2乗の式に代入します。プラスです。よって楕円となります。座標を回転します。回転角は45度です。楕円の式に代入して整理します。楕円の標準形です。XY 座標に戻します。